はい、健康生活チャンネルということで、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、健康に関する情報というわけではないんですけども、今日私の一日のその行動の報告をさせていただきたいと思います。はい、今日私はですね、研修に参加するために東京に行っていました。朝の7時半ぐらいに出発して、今飛行機が着いてですね、今とようやく帰ってきて、宮崎空港からお送りしているところです。東京の羽田空港、7時10分に出て、今、夜の9時にですね、宮崎空港に着いたところです。で、今日ですね、何の研修に参加してきたのかというとですね、自分の院のその魅力をですね、十分にその、100% お伝えできるための文章を書くようなセミナーに参加してきたところです。私の院はですね、今そのインターネットでその来てくださっている方はまあ8割ぐらいで、まあ、結構そのインターネットは占めているんですけども、まだまだその知っていらっしゃらない方っていうのが多いんですよね。で、オステオパシーのその素晴らしい施術っていうのはやはり私は知っていただきたいんですけれども、なかなかその知っていらっしゃらない方もいらっしゃったりとか、あとはそのオステオパシーが何をするのかもがなかなか分かっていらない方も多いんですよね。で、そのオステオパシーの名前自体もやっぱり広まって、その認知されていないですので、オクテパシーん、オクテパオクオクテパシーと言われたりとかですね、オクトパシーとか、タコなのかなとか、オクテなのかなと思うような名前で、来られる方いらっしゃるんですけども、そういった方はですね、その聞いたことない名前だから来られたっていう、いうような感じなんですね。結構勇敢な、方ですよね。でもそれくらいやっぱり困った方がいらっしゃってるんですよ。で、そのオステオパシーっていうのはですね、やっぱりその原因から改善していく施術ですので、ちゃんとですね、原因を取っていけばあなたの痛みとか症状も改善するんですけれども、それはやっぱりその多くの方に知っておいてほしいんですよね。たとえ来なくてもですね、私の院に来られなくても、その今はその我慢できてるからいいけれども、いずれ困った時にはそのオステオパシーを受ければちゃんと痛みとか症状が改善できるんだよと、そういう、可能性があるんだよということを知っておいてほしい。そのために私のですね、治療院の、存在とかオステオパシー自体のですね、存在を知っておいてほしいと思うんですね。今ですね、多くの整体院とか整骨院とかできてきてるんですけど、やっぱりですね、そのうちに来られているそのお客様の話を聞いてみると、電球をかけて、その後にマッサージをちょっと10分ぐらいして終わりっていうところだらけでですね、全然良くならないんですっていうお話を聞くんです。で、そういうやっぱり施術をしていても一時しのぎしかならないですし、その改善しないんですよね。中にはその一時的に改善する方いらっしゃるかもしれないですけど、本当にひどい原因を持ってらっしゃる方とかはそれだと改善しないんですよね。例えばその手術を何回もされているとか、その思いっきりその関節のズレの大きい問題があったりとかですね、過去になんか大きい事故をしたとかですね、結構激しい追突事故をされたとかいう方は、そういったその一時しのぎの施術ではそもそも軽くならないので、症状が軽くならないから、やっぱり結構辛い思いされてるんですよね。ですから、その我慢できるうちはですね、湿布でも痛み止めでも、そのマッサージでもそのいいんですけれども、もし我慢できなくなった時にはそのオステオパシーを受けることでですね、あなたのその痛みや症状の原因がわかる。そしてその痛みや症状の原因に対して自分自身も努力することで、その症状の改善をすることができるということを分かっていただきたいため、今回のセミナーに参加したところでした。今後もですね、私はこういったセミナーに参加させていただいて、より多くの方にですね、そのオステオパシーという存在をその広めていくような活動というのは続けていこうと思っていますし、より多くの方がですね、その自分の痛みや症状で、苦しみ続けなくていいということを分かっていただきたいので、こういった活動を通してですね、皆様の健康に貢献していきたいと思っています。まあ、とりあえず今回はですね、そういったその上手に文章を書く方法っていうのを、教えていただいたので、早速、今日帰ってからですね、一つ文章を練ってですね、より多くの方にその私の整体院の魅力とかオステオパシーの魅力をお届けできるように、頑張ってみたいなと思います。はい、今回はですね、健康についての情報ではないんですけども、私の研修報告ですね、研修に参加してきましたという報告をさせていただきました。もし私の治療院とかファスティングのご興味のある方は、下の、説明欄にですね、ホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご確認ください。そしてですね、もしこの動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、下のですね、グッドボタン、高評価ボタンと、こちらのですね、チャンネル登録をお願いします。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。